はい、どうも、シューティングでーす。了解でーす。お願いします。はい、というわけでですね、今回ね、こちらの GS のグローブとミットを使ってね、はい、キャッチボールしていきたいなと思うんですけども、はいはいはい、ちょっと、まあこれ、去年の冬かな、うんうん、確か購入したんですよ。はいはいはい、縦型でね、こうピッチャー用でいい感じ使えてるんですけど、うん、知ってます？ついこの間、なんかネット販売で、はい、とあるメーカーの16個のグローブたちが、はいはい、まさかの販売開始から1分半ぐらいで全部速攻完売したっていう話聞いた？さっき聞きましたよ。皆さん知ってます？めちゃめちゃ早くね。16個一瞬で消えるってやばくない？なかなかないです。何それって思って、まあちょっと僕もちょっと手出しちゃったんですけど一人やったー僕もちょっと頑張って、なった瞬間パッと買ったんですけど、はいはいはい、そのグローブ紹介しますよ。はいはい、そのグローブがこちらーダーンと、はい、あらま、これやばくないですか？やったな。やってます。やっちまいました。はい、こちら GS グローブの、これピッチャー用のカラフル、はい、レインボーカラーですね。どうですかこれ？すげえいやすごいよね、うん、いやすごいのよ。しかもさ、ピッチャー用なんですよ。ピッチャー用、うんうんうん、で、まあ偶然なんだけど、まあ、このほら GS のウェーブってさ GS じゃないですか、うん、で、これさ、まさかのさ、もう一個の方のピッチャー用のウェーブなんですよ、これ、はいはいはい、まあ、たまたまこのウェーブになったんで、両方ともコンプリートするっていう、そう、コンプリートしちゃいました。実際にさ、このグローブって内野手用って感じでこう、はいはい、手がこう奥まで入らないタイプなんですよ、これって。なぜだか、この GS じゃないこのウェブか、このウェブの方って手が奥までめっちゃ入るんですよ。めちゃめちゃ広い、まあ、多分あれかもしれないですね、公式軟式で。これ公式の革を使ってるらしいんで、なんかまあ聞いたところ公式用ですとは言ってましたけど、うん、どっちなんだろうねテロップで、はい、やっときます。お願いします。はい、まあちょっと本当にこう一回デザイン見ようぜみんなで。はい、名前わかんない、名前わかんない、ね、場所がわかんない。まあウェブが青これウェブか。そう、どう考えてもわかんないですそれはまあね、背面に関しては、うん、もうね全部違う。こことここが一緒なぐらいかな。いや、あとその横だ。ああ、赤が一緒ぐらい、うん、もうここもか。でね、イエローがね、普通のイエローとライムイエローで分かれてる。で、ホケホケウェンピンクってやばいやろ。見たことねえわそんな。ピンクマン構成みたいな感じが、うんうん、で、ベルト部分にさりげなくオレンジで、裏側が普通のイエローかな。はみ出しが玉はみでイエロー、ライムイエローかな、これは。うん、多分。で、ヘリ側がブラック。指掛けの色がね、こっちとこっちで違う。ここにさりげないパープルが入ってて、で、ステッチがサックスになるかな、これは。ちょっと明るめのサックス。すげえな。レースがタン。いやー、すごいわ、これ。びっくり。これ、ちょっと持ってる人いたらちょっと連絡してほしい。ちょっと仲間だから、仲間。仲間やし。ね、そうそう、カシッと仲間やから。やっぱこう違うんだよね、やっぱちょっと違うかもね。でこれってさ、お値段安いじゃないですか、はい、GS って。安さの理由は若手の職人さんが作ってるっていうこともあって、こうやって端材を使ったこういうのが実現しているという、はいはいはい、いうことで。これまだね、モンタナさんで蓋をつけてもらってから、はい、キャッチボールしてないですよ。なるほど。キャッチボールしていいですか？じゃあやりますか。やりますか。ちょっとトレ感を感じます。はいはい、それでつけまーす。よいしょ。はい、わー、遊ぶ、遊んでる遊んでる。いやでも取りやすいな、もう。なんかこの皮が薄いのかな。ついてんのね。あ、洗濯してるからちょっと落ちてるのはあるかもしれない。いやー、柔らかい柔らかい柔らかいな、すごい。でも本来だったら型は一緒のはず。まあ多少まあ 型は違うけど。型番って言ったらいいか。そうね、型番は一緒かもしれない。いや、こういうさ柔らかいグローブっていうか、このカラフルなグローブでやっぱキャッチボールのすごいさ夢だったからさ、まあちょっと金色のグローブ持ってるんですけどね。いかがですか？やばい、見た目が。もう投げてる感。あざやくん。なんかアップとかでこう使うのいいよね。うん、ただ、なんかアップ用グローブ持ってるの。そうなんだよ。金ピカリン、金ピカリンめっちゃあるよね。まあでも、絆は三上さんだから。はい。ちょっとこれ比較してみよう。この公式用の。手が入らん。この手の中は M なのに XL の俺がこう入り込んでるって感じ。
イオギアしてる感じそうだ。でもなんかこう動かないですよね、こうブレがない中、中で。やっぱ違うな。ピカチュウ集合。集合。なんとなくさっき笑ってたのが分かった。薄いね。なんかついてるね。皮はやっぱり。皮は欲しくないけど、若干やっぱついてるかもしんないです。いたうん、軽い軽いし、なんか目の前をカラフルな物体が通り過ぎてた感じがします。わかんな。今結構回転かかっちゃってる。うん、柔らかい。本当にめっちゃ柔らかいです、これ。柔らかいよね。でも しっとりしてるっすよね。そうはい、そんな感じで、はい、カラフルなグローブだけどね、品質もいい。品質もいいよね、もう目立つし、うん、僕からしたらもうアップですごいです、一発買おうかなって、はいはいはい、感じだし、手が奥まで入るし、うん、好みってあるからね。そうっすね、奥まで入んないのも好きな人もいるし、奥まで入る方がいい人もいるし、はいはい、まあ、でもピッチャーは間違いなく奥まで入れないとなんかこう気持ち悪い、そう、気持ち悪い人がいるかもしれない、うん、でこの指のこのポケットの中の手袋、はい、思いっきりガーってやって奥まで入れるしかないかもしれない、うん、ということで今回はこちらの GS のカラフルグローブを紹介しました。はい、また多分ね GS で出ると思うんですよ。そうですね。なんで興味のある方はもうそれを待って、うん、出た時にはもう速攻で買うように。そうですね、まあ、告知は大井さんとかね、ご自宅さんがすると思うんで、そう貼っときますんで、はい、GS のインスタと大井チャンネルゴリスポの3つぐらい貼っとくんで、はい、ぜひともチェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。